優しい眼差しで愛娘を見つめるのは、七日寺の愛称で夫婦そろって活動していたモデルの青木七日さん、24歳。2歳半になる娘と遊びながら笑い合う、そんなありふれた親子の姿をカメラの前で見せられるようになったのは、つい最近のことです。カジ君が亡くなってしまってから、すごくその周りの人たちが本当に心配してくれて。カジ君の愛称で親しまれていた夫、梶田東真さんは、2022年9月16日、22歳という若さでこの世を去りました。思い出しちゃうとやっぱ辛くなっちゃってたので、あんまり思い出さないようにこの1年間過ごしてきてて、本当に自分よりもこう他人を優先できるような感じの、やばいなちょっとこれごめんなさい本当に。やばいな。そうですね、ごめんなさい、こんなしょっぱなから泣いたと思う、ごめんなさい本当に。いや、やばい本当に、思い出しちゃうとやっぱり涙が出てきちゃいますね。もう夫の早すぎる死から1年が経った今、娘と2人で生きる七日さんの心の変化に迫ります。七日さんが梶田さんに出会ったのは高校3年生の時。2018年にアベマで放送された恋愛番組での共演がきっかけで2人は結ばれました。ファンの間で七日寺カップルとして親しまれ、 YouTube 投稿や番組出演などの活動をしていました。そしておよそ3年の交際の末、この度七日寺結婚しました。イエーイ。2020年11月22日、いい夫婦の日に結婚。さらに第一子の妊娠を発表しました。プロポーズ2回してもらっていて、2回って感じなんですけど、初めてそのプロポーズしてもらった時はお家で、すごいいきなりだったんですけど、結婚してください、僕が幸せにしますみたいな、結構シンプルにプロポーズしてもらったんですけど、カジ君もその時にもっとこう盛大にプロポーズすればよかったなって思ったみたいで、コロナで結婚式がこう延期してしまったりとかで、ちょっとこう期間が空いてしまったんですけど、結婚式挙げた時にサプライズで、かすみ草が私大好きなんですけど、かすみ草の花束を持って2回目のプロポーズをしてもらいました。僕は七日のお父さん、そして自分の父親を見習い、二人の父としての姿を見て、これからも一人の男として七日を支えることを誓います。最後にしっかりとしたプロポーズが遅くなってごめんね。でも改めて霞草の花束を持ってプロポーズさせてください。なのか僕と結婚してください。イエーイ。カジ君は本当に元気で、場を盛り上げてくれるような、明るくて優しくて、本当にこう長くこう生涯見た時に、何でもこうどんな困難とかでも、まあ、カジ君とだったら、まあ、乗り越えられるなって思えたので、ダメだ、もう本当にごめんなさい、めっちゃ泣いちゃう、って思ったので結婚しました。夫婦になって迎えた初めての春。
男一子となる長女のこっちゃんが誕生しました。すごく嬉しかったし、無事に生まれてきてくれて一安心というか、カジ君はでもすごく本当に喜んでたんですけど、自分が最近髪の毛が薄くなってきてるとか言って心配してて、なので髪の毛生えてるってまずその一言言われて、それにめっちゃびっくりしましたね。娘のこっちゃんを溺愛していたという梶田さん、積極的に育児に参加しパパの顔を見せていたといいます。家事も育児も仕事も2人で協力して何でもやっていたので、生まれたばっかりの時ってこう夜中も3時間ごとに授乳したりとかあるけど、一緒に起きてくれてて協力的な優しいパパでしたね本当にこっちゃんのことがめちゃくちゃ大好きでもう絶対パパっ子にするみたいな感じだったのでもうこっちゃんが初めて話す言葉も絶対パパって言わせるっていう、もうめっちゃ言い張ってて、こっちゃんにパパと呼ばれたい、そんな梶田さんの切なる願いは叶うことはありませんでした。なんだろう、もう目の前が真っ暗になってしまったような、なんて言ったらいいんだろう、本当の言葉にするのが難しいほど辛かったって言ったらいいのかな。絶望ってよく言うけど、本物の絶望ってこういうこと言うんだなっていうか、苦しいでしかないかったというか。最愛の夫を亡くした七日さんは去年9月27日 SNS で梶田さんの訃報を発表、そのまま芸能活動を休止しました。私の精神面が本当にすごく不安定になってしまって、まあ半年前には結婚式を挙げてて、本当に幸せな毎日だったけど、本当にご飯を食べれなくて夜も寝れなくて、肌荒れとかもそうなんですけど体にもすごい出てきちゃってましたね。何もできないくらいになってしまったというか、絶望の淵で悲しみに暮れていた七日さん、二人で協力しても大変だった育児には一人で向き合わなければいけませんでした。そんな彼女に生きる気力をもたらしたのは他ならないこっちゃんでした。パパが亡くなってしまってからもこっちゃんは本当にずっとすごく元気だったので、こっちゃんが元気だったからすごく元気を私ももらっていたので、こっちゃんがいてくれてよかったなって思いますね。よりこう自分が守らなきゃ、自分がやらなきゃって、本当に自分のことは何にも手をつけられなかったんですけど、こっちゃんのためだったら頑張れるなと思って、いつかこっちゃんに話す時が、本当にカジ君はこっちゃんのことが大好きで、こっちゃんのことを思ってくれていたので、こんなに素敵なこっちゃんのことが大好きなパパがいたんだよっていうことは、ちゃんとこっちゃんにも伝えていきたいなって思ってます。そして今年7月、梶田さんが亡くなってからおよそ10ヶ月後に、七日さんはある決断をします。自分がまた活動を続けることによって、誰かを元気づけられたり、勇気を与えられる人もいるのではないかなと思い、そして自分にとってもそれが励みになったら嬉しいなと思って、活動を復帰することに決めました。活動休止前に専属モデルを務めていた雑誌アイラブママでの活動を再開。さらにYouTube ではファンの方に心配をかけたくないとこっちゃんとの日常を投稿し、楽しげな親子の様子を見せています。
今のお仕事も続けていくのか本当にすごく悩んで、もうちょっと気持ち的にやっぱりこういう表に出る仕事っていうのはもうちょっと自分には難しいんじゃないかなってずっと思っていたんですけど、マネージャーさんが辛い経験をしたけどこうして前を向いて頑張ってる姿を見て勇気をもらえる人もいると思うよっていうお話をしてくださって、誰かのこう励みになれたら嬉しいなと思って前向いて頑張っていこうかなと思って、今の仕事を続けていくことを決めました。やっぱり仕事を再開する前と再開してからっていうのは心境の変化はすごくあって、何事にも前を向いて頑張っていこうっていう考え方にも変われてきていて、いろんな人とこう関わりも増えて環境が変わるっていうのはすごく大きいかもしれないです、前に進みたいという思いがある一方で、七日さんには目を背け続けているものがありました。それはそうですね、やっぱり1年間ずっともう辛いのが分かってたから、写真見ても辛いっていうことが分かっていたので、カジ君のその思い出のものだったりとかも写真とかも全てしまっていて、カジタさんとの幸せだったはずの思い出がいつからか辛い過去に。泣いちゃうんじゃないかなっていう気はしているんですけど、見れそうな気はします。見れる気がするな。梶田さんとの別れから1年、部屋の奥、いや心の奥にしまい込んでいた2人の思い出が開かれます。これがアルバムになります。本当に思い出のものはすごいたくさんあって、全部大切に取っといてあるんですけど、これはあれかな、結婚式の時に霞草の花束を持ってプロポーズしてもらったんですけど、その時にプレゼントしてもらった花束を形に残しておきたくて作ってもらったものです。これはバレンタインのお返しでカジ君が私にプレゼントしてくれたものなんですけど、好きなところ100個っていう、いや字見るとやばいな本当に。笑顔、ちょっと優しいところ、可愛いところ、甘えてくるとこ、負けず嫌いなとこ、思い出を大切にしてくれるとこ、まぬけなとこ、わがままを聞いてくれるとこ、マカロンが作れるところ、いつでも手をつないでくれるところ、笑い方がいいところ、家族思いのところ。いやでも本当に、なんかこうますね、私のことを思っていろいろこう書いてくれてたんだろうなと思って、自分の字でこう好きなところを100個書いてくれてるっていうのはすごい嬉しい。めっちゃ久しぶりに見たのこれ。本当はやっぱり一緒にいろんなことを振り返りたかったんですけど、なんか結婚式の写真とかもデータにするのが遅くて、結局一緒に見れずに、になってしまって、だからすごい結婚式の時の写真も素敵な写真が本当にたくさんあって、本当にすごい幸せそうな、幸せそうに笑ってて、一緒にそれも見て振り返りたかったなと思うんですけど、寂しいですねやっぱり。
もう一切見れなかったので、そう思うとやっぱりこう、うん、少しずつこう受け入れられてきてるんだなって思いますね、うん、全部書いてくれてるもんな。なのかさんは幸せな思い出から逃げずに揺れる自身の心を受け止めました。後日専属モデルを務める雑誌アイラブママの撮影現場に伺うと、ちょっとメイクが濃いですねそこには笑顔で仕事と向き合う彼女の姿が。みんなの前ではこう明るくやっぱり元気な姿を見てほしいので、笑顔でお仕事には臨むようにしてますやっとこういろんなことと向き合って乗り越えて笑顔でお仕事に取り組めるようになってきたかなっていう。6年間なのかさんを担当しているマネージャーも彼女の変化を感じているといいます。今はだいぶ前向きになれたかなと思っていて、今までやっぱり僕から連絡することが多かったんですけど、お仕事の相談を積極的にしてくれるようになったので、前向きプラス積極的になれたかな、なってきたかなと思ってます。夫を亡くして1年、深い悲しみと向き合い笑顔を取り戻しつつあるなのかさん、残された娘と生きる彼女のこれからの心の行方は。ずっと見れずにいたけど、このタイミングで一緒にこう振り返ることで前を向けるきっかけにもなるんじゃないかなと思っていたので、カジ君のことが本当に大好きで大切な人だったので、ずっとこう私が大切にしてきた思い出だったり振り返れたっていうことは、また一歩自分の中で前を向けたのかなって思っています。辛いことはあったけど、真下を向いてちゃいけないなというか、これからのこっちゃんの成長だったり、これからの自分の人生を見て強く生きていきたいし、こっちゃんの家族は私しかいないので、まあ、母親として強く生きていかないといけないのかなと思っていて、お互いにこう支え合いながら前を向いていきたいなとは思っています。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマニュースキャスターの辻歩です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。